アカデミー賞主演女優賞最有力哀れなる者たちを紹介します。これはすごい映画だった。わかりやすく言うと、この物語はフランケンシュタインの女版なんですよ。身投げしたものすごい綺麗なベラという女性のお腹の中に赤ちゃんが宿っていて、そのお母さん自体は亡くなってしまったんだけども、体が綺麗な状態で残っているので、赤ちゃんの脳みそを移植して人造人間として生まれ変わらせたらどうなるのかというお話です。男たちがどんどん寄ってくるんですよ。で、彼女がいろんな刺激を受けてどんどん大人の女性として成長していくというお話です。ただアカデミー賞を狙いに行く作品なので、そんなやわなことでは終わらないんですね。性の目覚めというのが実はこの映画のコンセプトでして、ものすごく体当たりのお芝居をしています。この映画の裏テーマは女性の性の平等性なんですよね。男性ばかりがあちこちで浮気して、女性が浮気したらすごく叩かれるっていうのはおかしいと、私もあなたたちと同等に縛られるものではないという新たな考え方を体当たりで演じています。